いつものペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2017年モデル、ボルボ XC90T8 ツインエンジンインスクリプションをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに飛び石と線傷があり、ボンネットに飛び石とアルミホイル3本にガリ傷がございます。また運転席のドアのエッジの部分に小さな傷があり、左側のサイドスカートに線傷と左リアのフェンダーアーチ部分に同じく線傷があり、リアバンパーにも同じく線傷がございます。外装色はオニキスブラックメタリック、インテリアはブラックレザーの組み合わせとなっております。2016年にフルモデルチェンジが行われた現行 XC90 でございます。エクステリア、インテリアともに大幅なデザイン変更が行われ、より洗練されたデザインとなっております。またこちらのお車は最上級グレードの T8 ツインエンジンインスクリプションでございますので、フロントのベンチレーターや大型のサンルーフなどが標準で装備されており、快適な室内空間となっております。ヘッドライトには標準で LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイルは T8 ツインエンジンインスクリプション専用の純正21インチのアルミホイルが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトも LED が採用されており、デザイン性、視認性ともに優れております。合わせてトランクスペースのご紹介です。オートトランクが装備されておりますので、開閉は電動で行っていただけます。今は3列目シートが立っている状態でございますので、スペースはこの分になりますが、2列目、3列目シートを倒してお荷物を積むことが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。ETC カードが挿入されていません。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、アダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席、シートヒーター、ベンチレーターともに完備されておりますので、一年中快適なドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており、大きなボディではございますがスムーズな加速を実現しております。また走行モードはセンターのスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。続きまして後部座席ご紹介させていただきます。後部座席に関しましても目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。スペースも広々と加工されておりますし、後部座席にもシートヒーターが備わっております。またスピーカーはオプションで、バウアーズ&ウィルキンズのスピーカーが装備されておりますので、後部座席の方もゆったりとドライブを楽しみいただけます。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2017年モデル、ボルボ XC90T8 ツインエンジンインスクリプションをご紹介させていただきました。ボルボが誇るプレミアムラグジュアリー SUV XC90 でございます。こちらのお車は最上級グレードの T8 ツインエンジンインスクリプションでございますので、多くの専用装備が施され、ベースモデルに比べインテリアの快適性が格段に向上した1台となっております。
またボルボ最新の安全装備インテリセーフが搭載されておりますので、男性女性問わずどなたでも安心してお乗りいただけます。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。